その三輪コーチの話によりますと、状態は決して悪くないと、まあ、低めの変化球をいかに相手に打たせるか、それがポイントになるでしょうという話をしていました。センター返し、ボールは速い打球、あっという間にセンター前に達しています。ノーアウト一塁。ここまでは今のようなコースへのこのヒットが目立ちますよね。そうですね、はい、だ今2アンから投げたインサイドのまっすぐですよ ね、その見逃し方を考えたら、はい、やっぱ外待ってるのかなっていう感じはあったんですけど、バッテリーはそれをちょっとあまりこう見抜けなかったっていうか、まあ、ちょっとまともに行き過ぎたかなっていう感じがしますよね。そのボールを井出穂が逃しませんでした。ノーアウトランナーは一塁です。そのあんまりこう気にしないような感じなんですよね。でそうあえて見ると外目のボール待ってるのかなってやっぱ思ってしまうんですよね、ピッチャーライナー、ピッチャー返し、強い打球は下柳のグラブの中、ワンアウト。キャッチャーがそれを思ってインサイド投げに行ったんですよね。でちょっと力んでちょっと外には来ましたけど、真ん中やるかちょっと外寄りですかね。これ下柳よく反応しましたよね。いい反応を見せました。ワンアウトランナーありません。強い当たりのピッチャーライナー。